ヒラの仕様、エルマンに初登場。ルイ・ヴィトンの魅力的なファッションと成長への思いを明かす。ヒラの仕様がファッション雑誌、エルマンに初登場し、その未公開写真とコメントが公開されました。ルイ・ヴィトンの最新コレクションに身を包んだ彼のモードな姿は、多くのファンが待ち望んでいた瞬間でした。 このエキスクルーシブなフォトシューティングとインタビューでは、平野紫仕様のファッションセンス、成長についての洞察を得ることができます。エルジャポン特別版では、9ページにわたるグラビアとインタビューが収録されており、その魅力に迫ります。ルイ・ヴィトンの最新コレクションとスタイリング。都内のスタジオで行われた撮影では、平野紫仕様が5つの異なるスタイリングに挑戦しました。 その中でも注目されたのは、ルイ・ヴィトンのデザイン性に富んだバッグたちでした。平野の仕様は次のように語ります。今日撮影したバッグみんなサイズ感がちょうど良くて、僕はあまり荷物が多い人じゃないんですが、最近はメンズでも僕好みのミニサイズのバッグの種類が増えてきたなと思うので、個人的には嬉しいですね。 僕も26歳になったので、着こなしのアクセントとしてバッグをアクセサリーのように持てたらかっこいいなと思っています。彼の言葉からは、ファッションに対する彼の熱意と、ルイ・ヴィトンのバッグがファッションの重要なアクセントであることが伺えます。彼のファッションセンスは、多くのファンにとって参考になることでしょう。成長と新たな角で、2023年、 平野の仕様は20代の後半に差し掛かり、アーティストとしても新たな門出を迎えました。彼はこれまでがむしゃらに努力し、成功を収めてきましたが、成長した部分についてどのように感じているのでしょうかそれが怖いことに本当にないんです。というより、正直に言うと自分で成長したなと思いたくないというか、 やっぱりそれを感じすぎてしまうと成長を求まってしまうと思いますし、いい意味で自覚したくないと思っています。成長というのは周りの人が感じるものかなって、彼の言葉からは謙虚さと自己成長への熱い願望が感じられます。彼はまだまだこれからのチャンスに向けて前進し、成長し続ける意欲を持っています。結論。 平野の仕様のエルマンダーップのフォトシューティングとインタビューは彼のファッションセンスや成長への思いを垣間見る貴重な機会でした。彼のファッションへの情熱と自己成長への謙虚さは多くのファンにとってインスピレーションの源となるでしょう。エルジャポン11月号特別版は現在発売中で数量限定ですのでお見逃しなく。 平野紫耀さんの魅力をたっぷりと堪能できるこの特別版をぜひ手に入れてください。